それでは次に行きたいと思います。はい、それでは次の留学ライフのトピックです。こちらのコーナーでは毎回留学中の生活にフォーカスを当てて、より日々が充実する情報を皆様に発信しています。で、今回は元留学生、そして語学学校創設者が語るバイリンガル留学ライフの極意と人生を変えるコーチングセッションについて、元ファームスイングリッシュスクールのかよこさんにお話を伺います。アロハかよこさん、お世話になってます。今日よろしくお願いします。アロハ、みなさま、元留学生、ファームスイングリッシュスクール創設者のかよこパーキンスです。現在はヨガインストラクター、ライフヘルスコーチをしています。まずは簡単に私の経歴をご紹介させていただきます。大阪に生まれ育ち、短大での国内研修のキャンプでハワイからの講師との出会いを通してアメリカに触れました。その後ペンシルバニア州で短期留学をきっかけに、アメリカと完全に恋に落ちました。そして英語が話せる職場を目指しスターバックスに入社、職場で今の主人と出会いました。その後転職でノバという英会話スクールに勤務。ハワイで海外挙式の後、ハワイでの挙式を手掛けるウェディング会社に就職しました。その会社でハワイの現地でのポジションが空いたことをきっかけに、主人とハワイ移住を決意。そして1年後に主人の夢であった語学学校ファームスイングリッシュスクールを設立しました。やがて娘も誕生して、すべては順風で充実した日々でしたが、主人が癌で他界したことをきっかけに一旦日本に帰国。その後アメリカ国籍を取得して再度ハワイに復帰、ファームスのスクールマネージャーのほかヨガの資格を取得し、小学校やファームスで英語ヨガのレッスンをしていました。コロナ禍でライフコーチを学び、現在はオンラインやロイヤルハワイアンホテルのヨガクラスのほかにライフコーチングのセッションも行っています。はい、留学で人生変えられたんですね。バイリンガルになるためにコツとかポイントがあると思うんですが、ぜひその辺をお聞かせください。はい、そうですよね。英語の勉強で私が実践した実感したことは、まずインプットした分だけアウトプットすることです。新しいフレーズや単語を学んだらそれを使ってみることです。人の脳はそうやって定着するんですよね。で、あとは脳トレと英語オンリーです。脳トレは勉強したことを生活の中で実際、それも英語のみの環境に身を置いて行います。そして音楽はリズムとメロディーで感覚的に覚えやすいのでおすすめです。私はビートルズの曲が大好きでよく聴いていました。歌詞を読んで歌うことも大事で、これも楽しいアウトプットにつながります。ドラマや映画も同じ理由でおすすめです。字幕がある場合、まずは字幕なしで見て大まかなストーリーを把握、その後英語の字幕のみで見て、で、拾いきれなかった言葉などを理解しながらよりクリアに英語で理解します。で、最後は英語で理解したものとニュアンスがどう違っているのかなということを日本語の字幕で見ながら、ああこう解釈したけどこんな意味もあったのかと理解をしたり、あとは SNS の英語アカウントをフォローしたり、英語で投稿すること、スモールトーク、小話の達人になることもおすすめです。そして 5W1H の和法で、誰がいつなぜといったポイントを捉えながら聞くことも大事だと思います。留学中は何よりも好奇心と話を聞く姿勢がすごく大切だと思います。はい、そうですよね。私はハワイアンばっかり聞いてて英語には影響しなかったんですけど、
アウトプットとか好奇心は私も大事だと思います。現在ライフコーチをされてるっていうことなんですが、簡単にその辺も聞かせてください。はい、ライフコーチは97年頃にアメリカで誕生しました。人生を真剣に生きたいクライアントとその成長を支援するコーチが織りなすパートナーシップを意味します。個人の分析で何が足らないかなどを理解して目標設定を行い、メンタルマネジメント、心理療法やコーチングなどを通して豊かな人生や目標を達成するための考え方、習慣などを学んでいきます。今実は高校生から5年配の方までお問い合わせいただいてます、高校生もなんですね。留学中にコーチング受けたりできますか？はい、もちろんです。長期だと最大90日でご自身の体とマインドを変えるお手伝いのほか、14日間でヨガや、食事などでクレンジングするホーリスティックプログラムもあります。留学中の時間を最大、十分に活かすことができると思います。で、他には、個人のズームや、対面でのセッションのほか、毎月先着3名様まで無料体験を、オファーしてます。はい、留学中の時間にちょっと人生考えてみるっていいですね。はい、ライフコーチング私もやってみたいです。プロならではの留学の極意も勉強になりました。ところでかよこさん、パームスノーキッズの突然話で申し訳ありませんけれども、冬プログラムは今年あるんですよね。はい、12月20日から2月18日の期間で英語付けのプログラムで最高予定です。1日からでも参加 OK です。はい、ありがとうございます。親子留学の方喜ばれます。はい、パームス情報までお聞きしてしまいました。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。